ここここで LMG。 ここで LMG。 クソきつくね。 いやいやいや、 2階から打ち下ろす感じだったらいいかも。まあ確かにこのロード画面で LMG 持ってる兵士いないけど大チーム丈夫。デスマッチ、敵陣営を攻めしろ。キルがデスの10分の1になるぐらい。 設計ミスってんじゃねえの？このマガジンの場所。本物の戦争を見せてやれ。この面白い武器で本物本物のの戦争を見せてやる。リードしているぞ。ほい。お、あ、当たってた。絶対これサイトつけないと死ぬほど見にくい。それな。ほい。やべ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 。ほい。この近距離は無理だ。ほい。早くアタッチメントつけないとな。オッケー。うん。ロングはものすごく強い。やべ。キルが。やばい。敵の偵察機を加速。あ、敵の偵察。よし、うん、ロングはマジで強いんだけど近距離かな。いやー、弾があったら今5人ぐらいいけたべ。え？角間がつけても弾が足りなかった。負けているぞ。くそー、見にくいよこのアイアン。光学サイトはどのぐらいで。光学サイトまだちょっとかかるね。この炎上の形のアイアン補助のつもりだろうけど余計だから外しちゃっていいけどな。これ本当にクイックドローついたんだろうか。負けているぞ。うん、それクイックドローつける意味ない系のやつじゃん。そんなおおグレード2人。ロード挟まないと急いで。はい。準備よし。もしもし。ナイス。もうちょっとキルして爆弾を。ああ、でここですなんか珍しい。おっしゃー、痛い。もしもし、爆弾落として。はい、どうも。ちょっと無理だわ、リロード。お。バンカー付近のあの建物に3人もいた。戦ってるね。非常に危ない。よし。敵が、ああ痛い。敵がいることにパッと気づいても銃がパッと動いてくれない。悲しい。それ。本当にそれなんだよ。でアイアンだからあの縁で見失っちゃうし。うん。本当取り柄は威力。もしもし。ナイス。敵と仲間が仲良くこっちに走ってきた。
もしもし。ナイス。5時からさっきまで寝てました。マジか。ああ結構撃って壊してるね。なるほど。落ちた落ちた。落ちた。よくやった。頑張ったでしょって、うん、まあやべえ、よくやるな。頑張ったよ。おお。あ、ここだよ。 5人ぐらいいけそうっつったの。弾足りなかった。おあ、すげえ来てる。おーおーおお。全然弾が足りなかった。惜しいね。うん。STG が強いと聞いたのですが、そこら辺はどうなんですか。 STG は強いです。だけど初期の AR も強いです。移動して配信して。敵が来るぞ。 STG グリップいらないぐらい精度いいし、連射あるし、威力あるしで強い。でガーランドも強いです。流れはこちらにある。待って、いきなり3連キルだ。ナイス。これは最後のカメラいただきさせん。いやー3連キルは無理だな。あ、これリスポン変わりそう。怖い。変わりそう。これ投げとこ。もしもし。あ、来ないか。ナイス。あ、これね、リフレックスサイトがついたのはいいんだけど、やっぱりね、画面の右側に入るマガジンが邪魔くせ。あとちょっとで連続爆撃が。危ね危ね。ガーワールドウォー2、結構適当にグレネード投げても死ぬっていう特徴がありますね。いつも変わった変わった。来て。下がろう。ここでリロードは危険だな。急いで急いで急いで。はい、オッケー。なんで君はそんなリロードが遅いんだ。ん？エイトンボムを投下する。いたいたいた。なんか今回壁にきすごい強い気がする。そう、FMG つけたらすごい。中か。略して兵器管理みたいな銃使ってますね。この武器はね、マガジンが上についてるふざけた武器です。来ない？リスポンしてないのか。うん。リスポン変わったね。リロード。攻撃されてる。おし、アシスト。もしもし、偵察機。レーダー確認。あ、近っ。よし、リロード。こんなとこでリロードしたくねえ。オッケー。おし、下がりたい下がりたい下がりたい。もしもし、ミサイルくれ。敵が迫ってる。やばい。よし、やばい。何、ずっとその30発 LMG 使ってる。使ってる使ってる。やばいなお前。リロード。すごい。結構死んでなかった。よくできるな、その武器で。使いたくねえよこんな武器。俺無理だよそれ。スナイパー以外ならなんとか使ってみせるから。おお、これは死んだ。はい、ヒカルさんこんばんは。ここにミサイルをくれ。いけいけいけ。
よしよし、ダブル。ボンボン。弟者さんたちも、わら、リライブしてるんで、マッチしたら面白いっすね。おう、それはするよね。ほい。やらかし。リロードさえ、早ければな。リスポン変わった。うん。加速。あー、敵の偵察。やべ。この武器なら偵察機どこ見えない。いた。お、壊せる。あ、ワンマクで壊せるじゃない。我々の勝ちだ。勝った。いや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 。勝った。随分倒して。おお。あれ？あ？ああ、続いてるんだ。死んだ後も。へえ。うん、威力と精度自体は高いから、もっとアタッチメント次第だと思うな。